リンカン大聖堂日正面の塔に、船長屋根があった頃のリンカン大聖堂を描いた、ハンガリンカン大聖堂は、イングランド東部リンカンシャー州のリンカンにある、大聖堂で、イングランド国境界リンカン市教区の市教座が置かれている。正式名称は、ザ・カテドラル・チャーチ・オブ・ザ・ブレスド・バージン、メアリー・オブ・リンカーンである。1072年、ウィリアム一世の命令により建設が始まり、 1095年に最初の聖堂が完成したが、その建物の多くは火事や地震で崩れてしまった。しかし、1185年の地震を機に大幅に建て直され、現在のような形になっていった。中央の塔は1311年に完成した。完成当時は現存する塔の上に戦闘が載っており、中でも中央塔はそれを含めると160メートルの高さがあり、 当時の林間大聖堂はギザの大ピラミッドを抜き世界で最も高い建築物であった。しかし、戦闘は1549年の嵐で吹き飛ばされたため現存しない。これによって高さ世界一の建築物は159メートルの西欧ラフ境界に移った。なお、160メートルの高さは1884年に ワシントン記念塔が完成するまで塗り替えられず、建物としては1890年に、ウルム大聖堂が完成するまで塗り替えられなかった。西正面側の2つの塔に付けられた、船長屋根は、中央塔より、後の1370年から1400年の間に、作られ、中央戦闘の崩壊後もそびえ続けたが、18世紀に入り痛みが目立つようになった。 1724年に建築家、ジェームズ・ギュップズが調査に入り、戦闘の影響によって、下部のアーチや柱が損傷を受けていることを指摘し、戦闘の取り壊しを勧告した。大聖堂の参事会は、勧告を受けて、取り壊しに着手したが、それを知った住民が集団で押しかけて、工事を阻止する騒ぎとなった。その後の折衝により応急処置による延命が、続けられたが、 明らかに維持不能になり1807年に撤去された。メアリー・ジェンーン・テイバー、ザ・カテドラルズ・オブ・イングランド、アン・アカウント・オブ・サム・オブ・ゼア・ディスティング・ウィシン、カレクター・スティックス、P100、リンカーン・カテドラル・ヒストリー、ザ・ディーン・アンド・チャプター・オブ、リンカーン・カテドラル、2011年12月8日、閲覧。ビトウィーン 1307&1311 ザ。13 セントラルタワーはズレーズドツイッツ、プレゼントハイト、ゼンアラウンド1 3 7 2 1400、ザウェスタンタワーズはハイトンド、オールスリータワーズハードスプイヤーズアンティル1549円ザセントラルタワー S、スプイヤブルーダウン、イットハドビーンザトーリストビルディングインザワールド、ハット AB 佐藤アキラ、崩壊について、 中央公論美術出版2006年 ISBN48 億550万5273ピアニッシモ68から72ありがとうございます。